こんにちは、ミミです。今日は家系ラーメンのせいやネギシ店に来てます。3月16日にリニューアルオープンして約3ヶ月ぐらい経つので、少し空いてるかなと思ってやってきました。お昼の1時ぐらいに来たんですけど、並んでいる人はいなくって、でも店内は満席になってました。食券を買って並びたいと思います。食券機に紙エプロンが置いてありました。せいやデラックスっていうのも気になりますね。初めての来店なので普通のラーメンにしようかと思うんですけど、いつもチャーシュー麺にすればよかったって後悔するので、今日もチャーシュー麺を注文したいと思います。根岸駅からも徒歩 2,3 分で来れるので来店しやすいです。卓上ニンニクがたっぷりで嬉しいです。ラーメンの好みは全部普通にしました。チャーシュー麺の並950円です。チャーシューは見にくいんですけど、大きなチャーシューが5枚入ってました。美味しそうです。スープの色が思ってるよりも白っぽい感じでした。スープを飲んでみたいと思います。ごまが浮いてます。美味しそうです。結構熱々なのでちょっと冷ましてから飲みたいと思います。澄んでるようにも見えますが、やっぱりちょっと白っぽいですよね。豚骨の旨味がガツンときて、醤油感はそんなに感じないんですけど、塩味のパンチを感じました。ごまの風味はそこまでわからなかったですね。美味しいです。標準で入っているほうれん草が多めで嬉しいです。柔らかくて美味しいです。お楽しみのチャーシューをいただきます。箸でつまんだだけで切れてしまうぐらい柔らかいです。チャーシューをいただきたいと思います。チャーシューはしょっぱすぎずちょうど良い味付けになってます。少し油っぽい感じに見えるかもしれないんですけど、それほど油っぽい感じはしませんでした。次は麺を食べてみたいと思います。中太麺で美味しそうです。麺の硬さは普通にしたんですけど、茹で加減が絶妙で美味しいです。ほうれん草と麺と合わせて食べてみたいと思います。スープが染み込んでて美味しいです。大橋製麺の箱がありました。せいやのちょっとした情報で、ネギとかほうれん草とかが無料でトッピングができるっていう情報があったんですけど、もしかしたら好みを聞かれた時にネギ増しでとかっていう風に言えばよかったんですけど、そういう感じで注文してる人がいなかったので、今回ちょっと注文しなかったんですけど、次回はダメ元で言ってみようかなと思ってます。もしかしたらリニューアルオープンのキャンペーンだったかもしれませんね。隣の人が千家デラックスっていうメニューを頼んでたんですけど、ここの一押しのメニューみたいなんですけど、すごい具沢山で美味しそうでした。ネギの量が本当に山盛りみたいになってて、次回は千家デラックスを頼もうかなと思ってます。ここのスープはちょっと塩味が普通にしては強いかなっていう感じはしたんですけど、結構通の男の人も好みは薄めでって言ってる人が2名ぐらいいたんで、もしかしたら濃いのかもしれませんね。チャーシューが柔らかくって本当に美味しいです。
チャーシューにブラックペッパーが合うので、チャーシューにかけて食べてみたいと思います。チャーシューの量が多くて嬉しいです。いただきます。爽やかなチャーシューになりました。次はニンニクを入れてみたいと思います。ちょっとニンニクを絡めてから麺を食べてみたいと思います。すごく美味しくなりました。ここのでもニンニクは塩味が入ってるので、ちょっとスープがより一層しょっぱくなってしまいました。単点セットでいただきます。最初から最後まで美味しかったです。ごちそうさまでした。